まあ、シャーマンなので、シャーマンって何かって言ったら媒体になるんですよ、で芸能の出どころってのはシャーマニズムなんです。歌うこととか奏でるとか舞うとか、ね、伝えるもそうですけど、その中でね、歌うっていうのは歌いながらつながるんですよ、あなたはリアルシャーマン神人さんの不思議な歌声を聞いたことがありますか？私が初めて神人さんの歌声を生で聞いたのは2022年12月東京での神人ライブでした。結論から言うと、とても感動しました。この神人ライブは3部構成となっており、第1部の清音ライブでは静かな空間の中で神人さんが様々な楽器を奏でます。その音玉は私を癒すだけではなく、私をサポートする霊存在たちや会場全体の空間までも浄化したように感じられました。とてもすっきりとした気持ちになったところで、第2部は道元ライブ。道元ライブは神人さんが会場に集まった人たちの指導霊団とつながり、必要なメッセージを下ろし伝えるというものです。私は自分に必要だと思えるメッセージをメモしました。少しだけ紹介しますね。生きるとは競うことではない。己の歩幅でよい。不安は道を誤っている。選ぶは望むに等しい。数の世界に惑わされない。死は終わりではない。それぞれに響く言葉は違うかもしれませんが、一つでも響いたものがあれば、それが今の自分に対する指導霊からのメッセージです。最後、第3部は、弾き語りライブ、祈り歌、祭り歌、シャーマニックな独特な世界観を歌い、語り、奏でます。どこか懐かしい静かな曲から、私の体が勝手に動き出すほどの力強い曲まで、魂が震える演奏と歌声です。今までに聴いてきたどのミュージシャンとも違う不思議な声の響きと演奏は、まさにシャーマニックライブとしか言いようがありません。今回はその不思議な歌声について神人さんに直接聞いてみました。神人さんについてはもうすでにほとんどの方がご存知かとは思いますが、初めて視聴された方のために要約して神人さんを紹介いたします。神人さんはシャーマン、霊媒師&エクソシスト、悪魔悪霊払いであり、守護指導霊団と正式に霊媒契約を交わし、その上で指導霊団主導のもとに活動している存在です。その霊媒能力により物事の真偽を直接指導霊や指導霊団に確認することもできます。この王室神事全巻交換は宇宙指導霊団より神人さんを通じて自動書記により下ろされた旧姓の神事として有名ですが、他にもたくさんの霊人たちとの対話を綴った御霊との対話、長年にわたるシャーマンとしての実体験からまとめられた自分でできる浄化の本などがあります。それから神人という名前はシャーマンとしての活動名ですが、他にもミュージシャンとして3つの活動名があります。ケンジンさん、青森ケンジンさん、泡盛仙人さんと、それぞれのステージ名があります。ケンジンさんはロック、ブルース、レゲエ、フォーク、ポップスと幅広く手掛けております。今回は特別に少しだけ演奏を流します。青森県人さんは故郷である青森を歌い、
語り奏でています。ラセララセララセラセラセラヤヤヤヤヤラセララセララセラセラセラヤヤヤヤヤアワモリ仙人さんは大好きな沖縄を歌い奏でています。降り止まない雨はないさ、どんなに今が苦しくても、そして神人さんは祈り歌&祭り歌、シャーマニックな独特の世界観を歌い語り奏でています。という活動名には実は強い願いが込められており、その願いとは、誠の神に感謝しながら生きる人が増えますようにというものです。神とは多重次元宇宙そのものであり、その中に存在する銀河や星、自然、神羅万象のことです。中でも最もお世話になっている神は地球です。地球に感謝することをテーマにした地球愛祭りは、神人さんが発起人となり、2007年から全国各地で開催されています。長年毎年開催されている京都、東京、愛知においては、関係者皆様の口コミにより、近年では大盛況となっているチャリティーイベントです。最後に神人さんは、いかなる宗教団体にも属してはおらず、宗教、政治団体の勧誘及び資金集め、宗教団体設立等を目的とした活動には一切関与しておりません。神人さんは本物か偽物かという疑念に対しては、活動名だけで考えれば確かに怪しいと思われる方々も多いでしょうが、講演内容に関しては神人さんの体験からの見解をお話しされており、某書籍を抜粋し、受け売りでお話をされているわけではありません。宗教間の多様性における個々の見解は当然ありますので、あくまでもそれぞれのご判断に委ねたいと思います。それは、己がどのような思想を支持しているものであるかという分相応の答えとなるということです。それでは、お待たせいたしました。改めて神人さんに質問いたします。
上戸さんの歌声についての質問でちょっと読み上げさせていただきます。はい、上戸さんの歌声が大好きです。かっこつけず全力で歌う姿に胸を打たれます。愛の周波数全開で歌うために心がけていることがあれば教えてください。ということでいただいたんですけど、私も初めて上戸ライブに参加したのはちょうど1年前の、まあ、今日、昨日あたりなんですけど、その時にこう、今まで歌われてる方から感じるエネルギーとは全然違うようなエネルギーを感じたんですね。それはどういう状態で歌われてるというか、何を意識して声をこう発してるとかっていうことについて私も大変興味があったので、その歌うっていうことに対して上戸さんが何を意識されてるか教えていただければ嬉しいです。はい、お願いします。まあ上戸以外でもいろんなねキャラをこう、うん、私は持ってやってるんですけど、うん、特に上戸はですね、うん、まあシャーマンなので、うん、シャーマンって何かったら媒体になるんですよ。うん、で芸能の出どころっていうのはシャーマニズムなんです。歌うこととか奏でるとか舞うとか、ね、伝えるもそうですけど、うん、その中でね歌うっていうのは歌いながらつながるんですよ、うん、奏でることでもつながるんです。異次元とね、うん、つながると何かったら異次元存在と共にってことなんです、うん、だからつながりながら行われている作業なんです、うん、歌うことも奏でることもね、うん、その、だからいろ簡単に言うとこう異次元の存在とのセッションを行っている状態です、うん、コラボレーション、うん、だからいろんな存在が出たり入ったりしながら共にこの肉体を共有しながら歌っている、奏でている、うん、演じている、うん、だから私の中でその、ね、入れ替わりが分かるわけです。私は私の中でそれを楽しんでるんですね、うん、で、あとはイメージとしては基本的にはこう、うん、上戸のライブってのは全部祈りなんですよ、うん、で祈りからの祭りなんです。祭りとは喜びとつながり続ける、広げる、祈りもより良き、社会世界を思い描き願い、うん、または、それは願いうってことでね、祈るっていうことは感謝を手向ける、うん、感謝とつながり続ける、ありがとうございますね、おかげさまでっていうのを歌にしてるんです、うん、だから何を思い描き歌うのか奏でるのかっていうことなんですよね。それは上戸の場合は全てまあ地球に、ね、私にとっての身近な神は地球神ですから、ね、地の狼に対しての感謝の念を歌ってるんです、うん、あとはより良き未来になりますようにという願望を言葉に変えてるんです、うん、ならばそれは思考感情はエネルギーですから、それが歌声に乗っかってるわけでしょ。音、メロディーに乗っかっていくわけでしょ。うん。だそれを周波数として捉えてるから、当然心地いいですよね。うん。ね、感謝とか、ね、より良き未来を望むそのエネルギーを受け取ってるから気持ちがいい。共感できる。っていう原理です。これ誰でもできることですよ。私は上戸ライブでは常にそうしてるんです。音をね、一部での清音ライブでも奏でるっていうのは同じです。皆がね、どんどん楽になりますよ。ね、いろんなものがね、浄化されますよ。願いながらずっと音に奏でている。そうするとそこに異次元からのその、ね、エネルギーが入り込んで、ね、いわゆるヒーリングのエネルギーが音の中に入り込んで、媒体となって広がっていく。だからその音を聞いた人はそれでどんどんこうね、ここの浄化が行われる。うん。眠るっていうね、睡眠浄化に行く人もいれば、うん、心地いい、このね、瞑想に入る人もいれば、ここの現れが出る。同じことやってるんですよ。うん。二部ではそのね、伝えるっていうね、言葉に変える。そこにはメロディーがないでしょ。ただ言葉にする。
それは異次元の言葉、思考をそのまま言語化してるだけです。賛美はそれにメロディーが乗っかる。ね。音が入ってくる。うん。でも、一緒のことやってるんですよ。一部、二部、三部は。うん。名前がね、違って。うん。まあ、表現が違うだけですけどね。うん。そうです。そういうことです。うん。だから、発声法っていうのは、紙一重の発声法っていうのは特殊ですよ。西洋的な発声ではないです。うん。シャーマンの発声法です。うん。体全体を響かせるんです。うん。だから、どこから声が出てるかってわからない。だから体から音が出てるように聞こえる。そうなんです。うん、体を共鳴させてるんです。これシャーマンの発声法ですね。うん、その技術っていうのは、これは私が得得したものではなくて、やってもらってることです。さっき言ったみたいにね、コラボレーション、セッションだから。うん。うん。で、まあ、他の歴代のシャーマンの御霊らがみんな、ね、指導例としてついてると思えばいいですよ。うん。その者たちが結局知ってる英知を、私の体を使ってやってるわけです。私もそこに共にいさせてもらってるって感じですよね。だから共演してる感じです。うん。だから誰かからね、現次元的にその発声法を学んだわけでもないです。うん、私が現次元で学んだ発声法というのはね、ロックテイストのものとか全く違う発声法です。でも紙人ではその発声法では歌ってないです。うん、紙人以外でのキャラの時はそういうね、発声法で歌ったりしてますから、だから声の質が全く違うんです。うん、はい。なるほど。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。そうか。またライブに参加した時の自分の中での深みが増します。この話を聞けた人は、ね、はい、ありがとうございます。いかがでしたか？紙人さんの不思議な歌声、演奏の秘密。私は深く納得することができました。なぜ紙人さんの歌声や演奏があんなにも力強く、そして優しいのか。最後までご視聴いただいたご縁あるあなたにお伝えいたします。2024年夏の北海道に紙人さんをお招きして、紙人ライブ、紙人講演会を開催いたします。7月26日は紙人ライブ、27、28日は講演会。講演会のテーマは、人は死んだらどうなるのか、シャーマンが語る真相、すべて教えます。27日は前編、28日は後編となっておりますので、2日続けて参加されることをお勧めいたします。講演会場、最寄り駅は新千歳空港から電車で8分、車で10分というアクセスの良さです。道内の方はもちろん、道外の方もぜひ会場でお会いしましょう。チケット申し込み詳細については動画説明欄、動画コメント欄トップをご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。